ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。さっきの出落ちは何なんだよ一体。最近恩にはびこる夏休みキッズよ。あんな高速車下段できるとは最近の小学生は進んでるな。はい、切り替えて本日のベレス会やっていくわよ。今回は対女教師の尻を追いかけるストーカー特集です。そいつ多分女のケツに興味ねえぞ。役に立つストーカーの対処法を教えていくわよ。だからストーカーはお前の自意識過剰だよ。見た目は強そうなこの大男。こいつを瞬時に沈めてご覧に入れましょう。強引にウェディを通しに行ってー。ふざけるないつものウェディ指導即死。今回はアホくさ。いや、この即死ってキャラによって入りやすさ違うじゃない。結構いろんなキャラ相手に試したんだけど、一番と言っていいくらい即死入りやすいのよねセフィロス。ってことで序盤はウェディ振るだけくらいの気持ちで OK よ。クーエヌ外してるぜ霊夢。相変わらずウェディ後のクーエヌ当てるのが安定しないのよね。でもあと1ストを楽しみは残ってるわよ。やったぜ。本当にめっちゃ入るやん即死婚。もちろん相手のベク変次第で抜けられるんだけど、知らない相手は一方的にいじめられるわよ。まさか軽量級のセフィロスにこんなに入るとは。重量級のガノンやキンクルのが入ると思ってたぜ。いや多分だけどこのコンボって軽量級の方が決めやすいわよ。プリンやデイジーにパルテナイカちゃん。実戦で成功したの大半が体重軽いキャラなのよね。それは意外だったぜ。しかしこのターンはダメージ溜まっちゃったので、普通に倒すしかないわね。セコイ即死できないと怪しいんじゃねえか。あの即死は別にセコくないでしょ。セコイ即死呼ばわりはルイージだけにしてください。その話題で的に炎上するやつだからやめろ。さてよこすまでシールドを削ったらやることは一つ。一瞬もいいよ。Gオーダー、アクティブ、パニッシュメント。ガード削ったら 100% それ狙うよなお前。それだけ成功する確率があるってことよ。よし次は決めるわよ即死婚。梅原が捕まえて、髪恥。梅原が決めた。くだらねえマジで。マジでくだらん。悪いけど。ひどい。こんな即死のらでやってたらそのうち切断されるぜ。ああその点なら大丈夫よマリサ。前と今の試合は知り合いの矢神屋さんとの触れ戦です。なのでいくら即死決めて北総園でも OK。予定立ちが悪いわこのバカ。そんなんだから現実でもネットでも友達少ねえんだよ。あとは具だったので撃墜までカット。最後もお得意の崖奪いメテオを決めて華麗な勝利。超人無敵最強。あーつまんね。迷いを晴らすということで引き続き矢神屋さんには即死婚の餌食になってもらいます。畜生の所領。さっきから即死婚でぼったくって買ってるが、普通にやったらこのカードってどうなんだろうな。向こうの方が少しリーチ長いのと機動力あるけど、こっちも NB が機能しやすいし立ち回りは五分カビ不利なんじゃない。でも即死婚とかこっちの壊し連携がやけに決まるから、結構勝率いいのよねこのカード。だがもうこれで3戦目。そろそろ初見殺しネタは通用しないぜ。一発芸がなくても私は強いわよ。突然のアラドバル、外したら莫大な隙が待ってるぜ。中距離でのジャンプ様子見にさせれば強いと思うんだけど、なかなかうまくいかないもんね。読みで出すんならいいがお前の場合はぶっぱだしな。いやいやちゃんと当たりそうな場面で振ってるから、今度こそ読み切るから見てなさい。読み切った結果がこれってマジ。嘘だそんなこと。しかし今の移動回避読み横須賀は見事だったぜ。ストーカーの大振り横須賀とか久々に食らったわ。なら私も見せてやろうじゃない。横須賀市の方、下京からの回避読み横須賀。お全く同じ手段でやり返したぜ。数ある横須賀のレパートリーの一つよ。中パーくらいで下京を当てると空上を嫌って回避する人が多いからそれを狙う必殺を折りって人がドヤ顔で解説してる時に阻止しないで。完全にワイヤー使うタイミング見切られてるぜ。けど1スト差つけられてもノープロブレム。即死込んでポイすればあっという間にイーブン。ってあー私の勝ち筋ー。矢神やセフィロスには対応されてきてるので、VIP の野良セフィロスをいじめることにします。プライドって言葉は知ってる？早速行くわよ、即死婚。ジャンプクーエヌは内方向にスティック入れてくるってのは知ってるんだけど、なんで安定しないのかしら。それ外すくらいだったら横 B や空母で締めた方が火力出るぜ。入りにくいキャラはそれで妥協してるけどね。ダメージ溜まったしこのストックは自力で落とすんだぜ。こっちの NB の方が射程長いし、本待ちで OK よ。近づかれたらクーエヌを押し付けていい展開に持っていく。クーエヌの性能はベレスの方が上手だぜ。このダメージなら狙うあのコンボよ。おっと初見で避けてきたで相手。VIP なら初見高確率でこれ決まるのに。なかなかやるじゃない。しかし動き的にこの相手もうまそうだぜ。まあ難しいセフィロスでビップ下手な人ほぼいないけどね。安泰外。殺したてめえ。ここで1ストいただくわよ。空中技をガードさせて、相手がジャンプしたのを見て対空上スマ。へえ珍しく堅実な撃墜法だな。対空上スマでの撃墜狙うのを最近は意識してるのよ。上スマしっかり運用できればバナンの場面も減りそうだな。さて1スト目は堅実に戦っちゃったので、2スト目はもちろんあれ狙います。しかし相手警戒してるのかまあ維持してるぜ。接近しに来ないとかストーカーの風上にも置けないわね。むしろストーカーは接近しすぎたらダメだろ。貴様と俺では天と地ほど力の差があることを教えてやる。滅びのバーストストリーム。くだらねえマジで。今日4回目だしどんだけ即死入るんだよセフィロス。こうやって特集組めるくらい。ああやめて。はゼロよ。はい、そっちおかわりいきます。梅原が捕まえて、梅原がなんであれ渡らないんだよ。今回はあえて外側に別線入れてたな。命拾いしたな。しかし即死の爆アドは覆せずストーカー撃沈、おまけに即死未遂でも結構な火力出るしな。ちなみにこのストレートが上のセフィロス使いだったんですが、切断されました。切断はダメだがこんだけウェディでぼったくられたら同情するわ。なんだこのおっさん。セフィロスだよ。とうとう服を脱いで本気出してきたわねストーカー。エッチな女性の前に半裸の男が現れるなんて0Aじゃ見せられないことする気でしょ。エロ同人みたいに、エロ同人みたいに。そうはならんやろ。ちなみにエロ同人みたいな構図が撮りたいなら、和也の地獄門でひざまずく先生の前にセフィさん置くといいわよ。世界一占い豆知識をありがとう。今回は1スト差ついて結構押されてるな。この試合メイトでレート1700の時に対戦した相手だから、私のベレスだとかなりの強敵ね。メインのガノンじゃなくてよく激朝ベレスだそうと思ったな。対セフィロスにそれだけ自信があるってことよ。しかし雲行きは結構怪しいぜ。最後は分からされて終わるってか。いいや、たとえ格上相手でもぶち壊していくわよ。まずは空前をガードさせて回避読み上様。マグレッサイがそれっぽく噛み合ったぜ。じゃあ本日5回目の即死狙いに行くわよ。メガフレアの後隙は絶好のチャンス。ああ、ちゃんと別編されてる。このレベルではそう簡単に通らないか。まだよ皮肉上抜く前。50% 台でそれ致命傷になるのかセフィロス。前にもちらっと言ったけど即死だけじゃなくて、この上抜く前コンボも体感めっちゃ決まりやすいのよ。50から 60% 前後が一番決まりやすい上にやつの軽さも相まって、ストーカー涙目の早期撃墜が可能ってわけよ。ベレスが崖上で空N回し始めたら要警戒だな。この人には即死通じない空気があったので、最後も空へ抜く前の恐ろしさを叩きつけて勝利です。ローリスクコンボで毎回壊されるのたまったもんじゃねえな。あと余談なんだけどセフィさん体重が軽いおかげで、60% くらいから空へ無ダウン横須まで壊しやすいわよ。どんだけセフィロス壊しの素材あるねんお前。さっきの相手との次の試合はかなり劣勢だったんだけど、最後に空へ無ダウン横須まを通して逆転したわ。セフィロス使いに低評価されちまえこの動画。ということでストーカー被害に悩まれてる方は、この動画を参考に対処してくださいね。ご視聴ありがとうございました。